沖縄自衛官爆死事件は2003年8月31日に沖縄県沖縄市の資材を置き場で53歳の男性自衛官一人が爆発による負傷で失血し後に同自衛官が趣味などで収集していたとみられる多量の武器弾薬が住宅地のアパートに部屋から発見された一連の事件15時50分頃沖縄市内の調理師で 廃品回収業の男性の所有する資材置き場で男性の知人である航空自衛隊那覇基地の整備補給軍車両機材隊に所属する空想五53歳がワゴン車から荷物を降ろしている際に爆発が発生、火傷と負傷により死亡した。この爆発事故ではその場に同自衛艦の他に資材を置き場所有者の他トラック運転手が居合わせたが特に負傷はなかった。 しかし、問題の爆発した荷物以外にビニール袋に入った米軍のものと思われる訓練用 40mm 敵弾などがワゴン車助手席から発見されるなどしたため、翌9月1日に県警が火薬類取締法違反容疑で被疑者死亡のまま同時 A 艦宅の捜索を行ったところ、米軍の訓練弾、ロケット弾の尾翼、模造とみられるライフル銃、薬莢ベルト、 同化線転火具といった軍用品の類を押収した。9月3日には同自衛官宅から新艦のついた対戦車ロケット弾2発や M16 軍用ライフルなどが押収されるようになって事件が沖縄県内のローカルネットから全国ネットを騒がせ始める。同自衛艦は自宅アパートの一室に大量の武器弾薬を隠し持っていたため一時は アパート住民を退避させて、ロケット弾の回収作業が行われる事態となった。同日読売オンラインの記事によると、武器庫のようだったという。9月4日には、同自衛官が市内の別所に倉庫として借りていた、もう一つのアパートが捜索されたが、ここからも、対戦車ロケット弾ランチャーや、米軍の急装備である M1 カービン、実弾多数が発見され、同事件で発見された。 実弾総数は660発を超えた。9月6日には、米空軍爆発物処理隊の協力で、66ミリ対戦車、榴弾2発、他2発の計4発が処理されている。この処理にあたっては、沖縄県警が、周囲100メートルの住民約550人を避難させたという、まさに、街中の爆弾を印象付ける事態となっている。同事件ではこのほか 防弾チョッキや手投げ発煙筒などが後日、押収されており、県警では10月15日に、被疑者死亡のまま火薬類取締法違反容疑で、書類送検を行った。なお、同事件で押収された、違法な武器弾薬は、以下の通り。経営2332点なお、同事件では、同自衛官と、私的な取引のあった、組用品店経営者拓羅24カ所が、 家宅捜索され、2名が、銃刀法違反で、現行犯逮捕された。県警側では大規模な武器流出ルートを調べるため、これ以外の軍用品店経営者ら20名ほどが、事情聴取を受けたが、同自衛官との取引は否定している。爆死した自衛官が出入りしていたとみられる、フリーマーケットこの事件では、マニア筋に、不発弾の類い高値で売れることなどが原因と、 見られている。爆死した自衛官と資材を置き場所有者、トラック運転手はフリーマーケットで知り合ったとしており、同自衛官死亡時には現金60万円の他米ドル紙幣を所有しており、読売オンラインは2003年9月7日付にて、米軍払い下げ品などを扱う業者の行為として、小遣い稼ぎに軍用品を売る米兵は少なくない。マニアにとって沖縄は、 天国という内容を掲載しているなど、マニア向け密売ルートの存在も示唆されている。なお同自衛官爆死事件を受け、那覇基地では勤務する隊員約3000名に対して聞き取り調査が行われたが、過去にも同自衛官が暴発による負傷をしていたり、上官から危険なものを収集しませんとする制約書を書かされたことがあると当人が話していたとする情報も寄せられているという。 こういった不正な武器弾薬の持ち出しは時折問題とされるが、本事件の2ヶ月前には、静岡県裾野市で宅配便荷物に入れられて、インターネットオークション経由で、マニア館で売買されていた砲弾に混じっていた不発弾が爆発、アルバイト宅配便従業員が全治3週間の怪我をする事件が発生した。この不発弾は、陸上自衛隊東富士演習場から近所に住む、 マニアが不正に持ち出したものとされるが、類似の事例は過去にも発生している。ありがとうございます。